で、ここからみんな部落の人にずっとみんなの基地に集まってもらって出征する、挨拶して、で、振ってか旗振ってかな、分かれて。ここ昔のままです、この門中はね。私はタクシーの運転席から出る、背もたれから出る椅子に後ろ向きに座って、兄と向かい合ってね、座ったということは記憶してます。生まれて初めて、見るのもおそらく初めて、乗るのも初めてですけどね。私はね、あれがおそらく夜行か夜遅い東海道やったと思うんですが、明け方ね、京都に着いたのを記憶してます。で、京都で一緒にご飯食べて、で、一番初めに親父が来た時にはね、ポケットからこなして、飴玉を出してくれた、あれが、ちょっと忘れられてですね、ハンカチに包んだやつをね、ポケットから、そこに、で、兄と二人でね、喜んで食べたですね。昭和21年の2月。2月、そうですね、2月の、パイナップルを確かにね、持って帰ってきました。パイナップルの缶詰をね、それでスライスしたやつを夜ね、風呂から上がって、お風呂に切ってもらって、分けて食べたと。あれは美味しかったですね。嬉しかったし、家で毎日親父と一緒に生活できるのは、それはやっぱり、嬉しかったし、安心できましたね。